キットマン北海道探索チャンネル。今回は千歳市富士ボール。倒壊してしまった富士バッティングセンター。閉店、廃墟の建物などでございます。ご覧ください。まずは国道36号線にあります富士バッティングセンターの様子です。2022年の大雪で屋根が崩落してしまいました。もう解体が始まりそうな雰囲気でございます。この日も強風なのであまり近づかないようにしました。 こちらのバッティングセンターの特徴として、打った時に爽快感があるんですよね。とても広いんです。普通はね、ネットとかで結構、あの、敷地面積が狭かったりするんですが、敷地面積自体が非常に広いので、打った爽快感があるバッティングセンターでした。バッティングセンターの隣にあります、富士ボール。こちらも素晴らしいボーリング場となっております。 看板を見た感じ、2階にレストランがあるっぽいので、行ってみることにしました。サービスデーとかもあるんですね。家族割なんかもあります。このイラストもレトロでございます。では入ってみましょうか。 入った瞬間カラフルなボーリングのピンがあるんですけれども近くで見たら結構でかいですね。トイレの色合いなんかもレトロでございます。ボーリングのシューズっていうのは右利き用左利き用みたいのがあって靴の滑り具合を変えているそうです。 レーンの数も非常に多いです。フジボールさんの一番いいところは、まあ小さいお子さんなんかが遊べるようなスペースも結構、あの、充実してるっていうところではないでしょうか。ダーツなんかもありますし、あとはビリヤードなんかも可能でございます。 そして、フジボールさん、えー、会場50周年でございます。ということは、2021年の時点で50周年だったので、1971年に開業したと思われます。 このカラフルなライト、パチンコ屋さんっぽくていいですよね。遊戯って感じがします。では、レストランに行ってみましょう。2階がレストランらしいので、このように階段を上がるんですけれども、この階段の色とかね、手すりとか、札幌市内にある70年代に作られたビルの階段とすごい似てます。で、こういう風にね、ドライブインにもあるようなデザインのライトとかもあってね、素敵ですよね。 さあ、レストランに行ってみたんですが、雰囲気的にやってない感じでした。フジボールさんもまた、入るまでの雰囲気を楽しむことができるボーリング場でございます。続きまして、北海道道16号線沿いの建物です。まあ、地とから四国湖に行く道があるんですけれども、その道沿いにある素敵な建物でございます。こちらもスタイリッシュな建物。 ま、草が生えてしまうと、こういう建物っていうのはね、なかなか見づらくなってしまうので、今が旬でございます。このライトの形とか、看板の書体とか、なかなかロマンスがありますよね。 千歳川でございます。豊平川とか石狩川とかとは違う雰囲気があるんですよね。小鳥とか野鳥の声もピチピチと聞こえてきます。かなりね、新緑になってきて、花粉がなかなか辛い時期でございます。秋になるとね、鮭が登ってきます。確か釣りが禁止だった気がします。そしてこの辺には縄文時代から住んでいた人たちの遺跡があります。 これが全体の様子ですね。釣りをしたり、狩りをしたり、そして、縦穴式住居といって、穴を掘って、柱を立てて、そこに屋根を建てるタイプの建物に住んでいたそうです。建物を建てる際にできたくぼみが75個ありますで。その75個ね、全部見るのは大変なので、ちらっとね、見てきました。その様子をご覧ください。 見てすぐわかるんですよ。相当深く掘ってる感じでしょうね。この辺りは川もありますし、自然も豊かなんですが、自然の厳しさもあったことでしょうね。くぼんでんのわかりますかここに柱を立てて屋根を作って縦穴式住居に住んでいたということですね。 この辺もね、夏になっちゃうともう草がぼうぼうだと思うので、見るなら今でしょうね。今か秋頃だと思います。なんかキツツキ系のね、木をつっつく音カツンカツンカツンっていう音もね、聞こえて、野鳥もね、住みやすいんでしょうね、この辺。 酒ます情報館という酒に関する博物館みたいなところがあるんですが、私が行った時はやってませんでした。日曜日だからやってるかなと思ってきたら日曜日がやってないっていうね、そういう博物館でございます。 道道16号っていうのは、まあ札幌から四国湖に向かう途中に、まあ分岐点があるんですけれどもね、そこから千歳に向かう道なんですが、まあ私はね、あんまり来たことがなかったので初めて見る建物が多く、なかなか感動しました。味わい深い建物が多いですね。商店もね、何店舗かありました。こちらはスプライトでございます。道もなかなか走りやすかったです。 こちらの建物、滅かないそばって書いてるんですが、まあ私の調べでは2021年ぐらいまでは営業していたっぽいです。で、建物をね、取ってるとリスがやってきました。これね、最初桃モモガかなと思って見てたんですが、よく見るとリスでした。上手に飛びますね。ふわっとした感じで正確にジャンプして飛んでいきます。これは木の実とかを探してるんでしょうか この閉店した蕎麦屋さんの写真をツイッターに載せたところ、あ、行ったことあるっていう方もいました。なかなかの名店だったようです。まあ、ここから見る桜と、隣にね、川があるんですけれども、絶景だったことでしょうね。まあ、見た感じ、明らかにやってなさそうな感じでした。まあ、建物の外観なんかもいいのでね、アトリエなんかにもいいのかもしれませんね、イメージ的に。 変わったラーメン屋さんです。黄金の塩ラーメンでございます。塩ラーメンではなく黄金ですからね。そして、スーパーですかね。メルカード木村さん。こちらのスーパーも先月、まあ、4月に閉店したそうです。まあ、札幌近郊の、まあ、札幌の情報だとね、割かしわかるんですが、千歳とかちょっと離れてしまうと、まあ、わからない閉店情報とか結構ありますね。 このね、ちょっと黒ずんだ感じの郵便ポスト。そして横にある錆びた柱。これがいいんですよ。この白い壁にオレンジ部分。ここでタバコを売ってたんでしょうかパン屋さんっぽい雰囲気もありますけれどもね。そしてトラックを横付けして、えー、と商品なんかを出し入れしていたところだと思います。カゴなんかもね、まだあります。そしてこの 建物気になりましたね。この看板がね、最高です。商店ですね。富士納豆って、もう千歳市に富士っていうの地区があるんですけれども、それにちなんだ富士なのでしょうか。いちご屋さんってなかなか珍しい名前ですよね。そして変わった形の建物のカットパーマを発見しました。こちらの美容室さんでございます。 これは同じ形の建物二つないと思いますね。車は止めやすそうな感じではありますけれどもね。どうなんでしょう。そして素敵な赤いテントの建物。緑と赤の組み合わせ。最高ですね。この辺はね、本当に古き良きスタイリッシュなね、建物が多かったです。まあ普通に国道36号線を 通るだけだとなかなか見ることができない建物が多いです。でこの建物もバスの車庫っぽい感じで立派でね、ゴツンとしたこのワイルドな感じがありますね。そしてこちらの建物、茶色い建物ですね。このひらがなの田に引き付けられました。そんな感じでありがとうございました。